今日はですね、岡山県玉野市に来てます。玉野市の宇野でございます。この宇野のエリアに玉野市市役所があるんですけども、この市役所の目の前にちょっと気になる屋台チックなキッチンカーかな、あります。今日はちょっとね、こちらの方をご紹介しようかなと思います。ということで、こちらの店が排水の陣、排水の陣ですね。排水の陣です。はい、排水の陣ということで、メニューがこちらです。唐揚げ、排水の陣唐揚げ、ホクホクジャガバター、玉の名物ナス餃子っていうのもちょっと全く想像がつかないというか、どんなものなのかって気になりますので、ちょっと注文してみましょう。あ、すごい。こちらがあのナスの餃子、これが、はい、ナスの餃子です。これは揚げてる状態なんですか？これは仕込みで朝天ぷらみたいにして揚げて、そこからまたそこからちょっと鉄板でこんがりさして。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。はい。ナス餃子も。はい。まだ店ここしとるけど、まだ今日はまだ閉めとるってことですか？そうそう。ありがとうございました。お待たせしました。この場所が今はこの市役所の前なんですけども、まあそのシーズンによっては違うところでやったりしてるので、でこれですね、このインスタグラムで、まあ、この詳しい場所というか、わからない方はまあ DM してもらったりとかで、まあ、これからのねシーズンもどこで売ってるのかっていうのがわかると思います。はい、で、これ先ほどの岡山玉野名物ナス餃子
ちょっといただきますね。もうこれパッと見なんかその天ぷらというかね感じなんですけども、何が違うかというと食べてみないとわからないというような感じです。いただきます。うまっ。これは中にお肉が詰まっております。要はこれナス2枚挟んでその中にミンチが入ってて、でもそのままでは崩れてしまうので天ぷらで包んでるという感じです。うん、うまっ。一口サイズのようなそんな感じのバターのいい香りがします。あ、この塩加減よりバターの風味が強くて、ちょっと お口直しというか、普通にここからまたナス食べたり、これから食べるあの唐揚げ食べたいなっていうような感じでございます。お口直し、あとすごいバターの風味が、うん、いただきます。揚げです。あ、サクッとします。うん、うまっ。すごい肉は柔らかくて外がすごいサクサクしてて、この排水の陣、水は酔うって書くんですけど、まさにあのお酒のお供的な感じでも全然いいのかなと思います。ごちそうさまでした。なぜあの排水の陣という名前になってるのかっていうのがすごい気になるんですけども、はいはいはい、どういった形であの排水の陣、唐揚げみたいな感じになってるんですか？両親が、はい、あの玉野で居酒屋をやってて、はい、でそれを4年前ぐらいに辞めて、はい、で結構その来てたお客さんにまた食べたいっていう感じで、まあ、声がいっぱい聞かれるんで、はい、であの排水の陣の唐揚げ、ちょっとあの味も他とはちょっと違うような。玉野名物っていうのはやっぱりこのエリアではナス餃子っていうのが名物なんですかね。はい、あ、もうここだけじゃなくても他のお店とかも出してたりとかいうわけでも全然そうじゃないんですけど、もうもっと有名にしていこうかなっていう、徐々に浸透しつつあるから、はい、まあ、はい、そういう玉野発祥みたいな感じですよ ね、はい、ね、皆さんはその、はい、インスタグラムの方で確認してくださいっていうことですよね。はいはい、というわけで、はい、今日はありがとうございました。はい、すいません、失礼します。はい。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。